ブンブンハロー、YouTube、どうもマサルです今回は IWA の方から新しいタブレットが発売されますのでそちらにつきましてご紹介しますそして後半は現在 Amazon など通販サイトで販売されていますか安でてまあまあスペック高めのタブレットどういったものがあるのかその辺につきましてもご紹介したいと思いますまずは今回の本題でもある IWA の新しいタブレット モデル名としましては JA2TBA1002 というタブレットになります IO は基本的にエントリーモデルのタブレットを販売しており今回発売されたモデルもエントリーモデルとなりますが実は全くスペックが同じモデルがあ昨年10月に発売されています今回新たに追加された新製品とは何かと言いますとこちら これまではカラーラインナップがブラックのモデルしかありませんでしたがこのようにホワイトのモデルこれが今回追加されました一応数量限定ということになりますのでもし発売からしばらく経ってから購入しようとしますと売り切れてしまっている可能性はありますこういったホワイトモデルというのはこの背面側のカバー側だけホワイトにして前面側は 普通のブラックモデルと同じく黒縁というのを連想するかもしれませんがこの製品はちゃんと設計されており背面側もホワイトそして前面側のベゼルもちゃんとホワイトとなっていてこういったホワイトのタブレットが欲しかったという方にとってはあちょうどいいモデルといえます基本的には昨年10月に登場したモデルとカラーがブラックのモデルと同じスペックではありますが まだご存じない方のためにどういったスペックなのか改めてご紹介しますまず処理性能に関わる部分 CPU ですが CPU はメディアテックの MT8168 となりますクワッドカードの CPU で、えー、まあ最近はオクタコア、コア数が8個の製品のが多いんですがこの製品はコア数が4つとなっており また、この MT8168 というのはそこまで処理性能が高くない CPU ですので、えー、まあざっくり言うと Amazon の Fire タブレット的な、そういった割と低スペックな Amazon となっています OS につきましては Android 12を搭載メモリは 4GB ストレージは 32GB となっています意外とこのクラスの製品の中ではメモリが 4GB と、ここは多めになっています ディスプレイにつきましては10.1インチ解像度は 1280×800W10、まあ、インチの場合には少し解像度低めではありますがエントリーモデルではよくある解像度ですので、えー、まあこんなもんという感じではありますあとは GPS に対応無線 LAN につきましては 802.11AC までの対応となります Bluetooth はバージョン5.0に対応しているほかマイクロ SD カード こちらも別売のものを購入すれば取り付けることができます本題のインターフェースとしましては,これは横置きした状態でちょうど中央にカメラが来ますですので基本的にこの製品は横向きスタイルで使うのがベースの使い方となりますあと背面側はカメラカメラは1つだけシングルカメラとなっているかその下には LED フラッシュがついています 実はタブレットのカメラ LED がついていないというモデルも多いんですがこの製品はちゃんと LED がついていますのでこれは何か写真を撮影するときに使うというのはもちろんなんですが普通に懐中伝統的な使い方をしたい暗い場所を照らしたいという場合においてもスマホのような感じでこの LED で照らすことができますあと本体側面側にはイヤホン端子そしてこの6番と書か,かれているところは マイクロロ SD カードスロットとなりますあとは反対側、スピーカー用の穴がついており、そして本体側面のこちら、短い辺の方、こちらにはかなり端子関係、ボタン関係が集中しており、まずこちらがマイク。何か接続するための端子ではなくて、えー 中にマイクのパーツが収められていますので音を中に届けるための穴と考えていいかと思いますその隣がタイプ値端子あとはこちらにリセットボタンがついています割と最近のタペットでリセットボタンがついているというモデルはかなり珍しいですがこの製品はリセットボタンがついています何かシステム障害が起きた時にこれで強制的にリセットするそういうボタンとなります あとこの部分は少し見えにくいですが音量調整ボタンがついているほかその隣には電源ボタンがついていますですのでイヤホン端子マイクロ SD カールスドットこれがこの本体天面側本体を横置きした状態で上側に来るところそこにこの2つの端子がある以外はほとんどがこちら 本体の側面。横をきした状態で右側面に来る部分。ここに充電用のタイプ C 端子とか。あとは、ボリューム調整ボタン、電源ボタン。こういったものが揃っている。そういうインターフェースになります。Amazon の Fire ー a b i シーツにつきましては、この面に全ての端子を搭載しているということが多かったんですが、このモデルに関しましては、この本体、右側面にはこれだけ。あと、残るイヤホン端子。 それは側面側に移動しているそんなところがあー Amazon の f i r e タブレットとは少し異なるポイントですあとは細かいスペックで言いますと重さは 490g 本体のサイズは幅 243mm 厚さ 9.7mm 高さ 61.8mm あとバッテリーにつきましては当然リチウムイオン電池で容量は 5300mAh となりますですので、まあ、タブレットとしては少し容量少ないかなというところはありますがまずはなんといっても安全性重視で設計してほしいので、まあ、無理してエネルギー密度が高いバッテリーに事故が起きてしまうということは避けたいのでそういう意味ではこのぐらいの無難な容量のバッテリーを搭載しているというのは まあこれはこれで、えー、国内にいるスタッフも確認しやすく安心ではないかと思います。で、ここまでご紹介した段階でもうなんとなくわかる通り、あくまでこのモデルはエントリーモデルとなります。ですので CPU もメディアテックの中では、ウェや処理変能が低い。4コア、クワッドカーの CPU を搭載しているほか、 ストレージも 32GB とかなり少ないので、マイクロ SD カードと併用しなければ、たくさんのデータを保存することはできない。そういう欠点もあります。ただしい、なんといってもこの製品、最大の特徴は、あ今回はホワイトモデルを出たというところも特徴ですが、こちら、その価格の安さが特徴です。この製品、今回登場しましたホワイトモデルに加え、既に先行して発売していました、 もう一つのラインナップこのブラックモデルブラックモデルと全く価格同じで税込2300万300円となりますですので2300万300円という価格を見ますと同様の製品としてどういったものがあるのかと言いますと Amazon の10インチの FIRE ターゲット FIRE HD10 そういったものと近いスペック近い価格となっていますので 一方で、こちらは価格は近いんですが、Android アプリ、Google の PlayStore で提供されているアプリは問題なくインストールして使うことができますので、えー、まあ実際のところ、このスペックでいいという方、それでいて、たくさんのアプリ、スマホのような感じで PlayStore からたくさんのアプリをインストールしたいという方、そういう方にはちょうどいいモデルかもしれません。 ただしい、あくまでエントリーモデルですので、勝率性能が低かったり、あとは、ディスペインの解像度がやや低かったり、そういった欠点はありますが、基本的に今回ご紹介したスペックで満足できるという方、まあ、2万円でこのスペックで満足できるという方は、このモデルの購入、検討してみるのもいいかと思います。なお、 今回はこちら、アイアブランドから発売される国内向けのタブレットというところもありますので、ややスペックなりに2万円と、まあこれはこれでも十分安いんですが、少しスペックから見ますと割高な感じもあります。実は現在 Amazon などで販売されています、その他のメーカーのタブレット、もっとスペックが高く、これよりも低額、あるいはこれと同等のカーグルで購入できるというモデルも多数あります。 今回はその辺のタブレットも一部ご紹介しておきたいと思います。そういったところも考慮して、今回発売されましたこのホワイトモデルが追加された IO のタブレット。これを購入するか、あるいはもっと他のタブレットを購入するか、よく検討してみるといいかと思います。では、早速その他のタブレットをご紹介します。例えばこちら。スマホなどでもおなじみのブラックビューのタブレットとなりますが、こちらはラム m 5ギガ ROM64GB というモデルになりますバッテリーも今回のモデルよりも容量大きな 6580mAh のバッテリーを搭載しディスプレイの解像度は同じで1 2 8 0 × 8 0 0ドットディスプレイサイズは10.1インチということで、まあ、ディスプレイ周りのスペックに関しましては今回 IOA から発売されます新しいホワイトモデルと同様のスペックのモデルとなっています ただしメモリ周りこの辺のストレージ周りがより容量が大きなものがついていますのでとてもお買い得のタブレットとなりますこの製品まず最初にご紹介した理由としましてはとにかくコスパが高いというところが特徴です現在の販売価格は1万4900円ですがこの2000円オフのクーポンが用意されていますので実質の購入価格につきましては1万2900円です そういうい価格ののタブレットになりますすあれですので今回の i ンのタブレットが2万円ということを考えますと似たようなスペック似たようなと言いましてもこちらメモリ周りのスペックはこっちの方が高いのでよりスペックが高いモデルが1万2000円で購入できるというところでとてもコスパ重視で選ぶならばお買い得のモデルとなっています ただし、ここまでご紹介したモデルですと、どうしてもディスプレイの解像度は HD 画質よくて、ちょっと物足りないという方、タブレットでも電子書籍を読むので、もう少し高精細なディスプレイを搭載してモデルがいいという方の場合は、こういったタブレットもあります。こちらはディスプレイが1 9 2 0 × 1 2 0 0ドットフル HD のディスプレイになり、またストレージも 6GB、ROM が 128GB もありますので、たくさんの電子書籍コンテンツを本体に保存することができるモデルとなります。こちらでありましたら2 2800円ではありますが、実はこちらも4000オフのクーポンが用意されていますので、実際の購入価格は1万8000円程度、そういう製品となります。ですので、1万円台で実は今回の IO のタブレットよりも 安く、それでいて、スペックも同等、あるいは同等以上のタブレットが購入できるというところもありますので、えー、実は I、i ンに限らず、こういった Amazon で格安のタブレットを探しますと、実はいいモデルがたくさんありますので、こういったモデルなども候補に入れて、今回の i ンのホワイトモデル、購入するかどうか、じっくりと検討するのがいいかと思います。 とといいううことででかか。がだったでしょうか今回は i o a から新しいホワイトモデルのタベット発売が決定しましたのでご紹介しましたなお後半ご紹介しました格安の Android タベット販売ページのリンクにつきましては動画の概要欄に貼っていきますのでもしこういった格安のタベットも興味があるという方は概要欄のリンク先の方からチェックしてみてください今回は以上ですグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします